ウィンドリバー、雪山に囲まれたワイオミングのインディアン保留地でのクライムミステリーです。夏に見るのにいい映画です。涼しくなれます。この夏休み楽しい映画がいっぱい来ますが、一番見応えのある映画です。ワイオミングのウィンドリバーはアメリカにある一番大きなインディアン保留地です。この映画は自然環境、保留地の内部生活ととても興味深かったです。下手な SF より未知の世界です。このように全く知らない世界を体験できるのが映画の醍醐味ですね。アベンジャーズのホークアイを演じているジェレミー・レナーが山を知り尽くしている自然保護員を演じます。そしてスカーレット・ウィッチのエリザベス・オルセンが FBI の捜査官です。雪山でインディアンの少女の凍りついた死体が発見される、頭に怪我、レイプされている、2人が捜査に携わります。この2人を含めて俳優の演技が良かったです。饒舌でなく言外で多くを表現しています。脚本監督はテイラー・シェリダン、シカリオや最後の追跡、現代はヘル・オア・ハイ・ウォーターのオリジナル脚本を書いています。この2つの脚本は実にいいです。社会的メッセージもありました。今回もいいです。しかしちょっと経路が違いました。あのミステリーの展開、プロットよりムードの方に重点が置かれています。ポエジーのある詩的な映画です。無慈悲な自然環境、雪山自体に人格があるように迫ってきます。それにインディアンの過酷な生活、悲しみ、絶望などがポエティックに描かれます。それに偏見、インディアンに同情的な白人でも先入観を持っている、インディアンの女性の失踪率はとても高い。この映画はアメリカン・インディアンが歴史的に受けてきた不正を声を荒げず批判しています。最後のクライマックスはかっこいい打ち合いではなく、実際の犯罪を目撃しているような恐怖がありました。脚本監督のテイラー・シェリダンは今最も注目している監督・脚本家の一人です。シカリオの続編も書いてますので、とても楽しみです。ウィンド・リバー、私の評価は B プラスです。